に。ちょうど今来てへんかなって思ってたんや。そろそろ電車が来るで、早行こ。さ、早う中に入ろ。この前より余計恥ずかしかったわ。何べんも乗るもんやないな。うちらめっちゃ注目されてるわ。恥ずかしいから早ほかんとこ行こう。さすが時進、うちの趣味よう分かってるわ。さ、行こ行こ。後ろに座ってた女の子すごかったな。キャーキャー叫んでたで。コースターは全然平気やけど、あれにはほんま参ったわ。え、そうなん？実はうちも結構怖かったんや。ほんまやで、ドキドキやってんから。あちこち回ってたらお腹空いてしもたわ。なんか食べていかへん？せやな、お店は任せるで。なんや、めっちゃ混んでるな。しっかし不思議やな。ファーストフードなんていつも食べ慣れてるはずやのに、あんたと食べるとなんかちょっと美味しく感じるわ。なんでやろ。趣味ってわけはないけど、うち流行りもんは何でも試してみいひんと収まらへんたちなんや。旅行とかスキューバーとか結構好きやで。ああ、そうそう、うちも部活のことであんたに話したいことがあるねん。聞いてくれる？恥ずかしわ。まあでもあんたやったらええかな。もう帰らなあかん。名残惜しいな。で、時進、顔に書いてるで。気持ちはわかるけど、ごめんな。また付き合ってあげるからな。こんなもんやろね。そや、せっかくやから一緒に帰ろう。
順調？僕もう毎年もらいすぎちゃって困っちゃうんだよね。これもじっとくってやつかな。ってことでまったな。ほらやるよ。私よくわかんないんだ。レジに持ってくのが精一杯でさ、恥ずかしかったんだぜ。だからさ、大事に食べてくれよ。あ、トキシン、今日はあんたに渡すもんがあるね。これ
からのゴージャスでワンダフルなプレゼントやね。今大流行のビターチョコなんや。朝から町中のショップ回ってやっとゲットしてん。ほんま苦労したんやね。しっかり味をって食べてな。違うで、別にそんな深い意味はないんやね。今日はバレンタインデーだったわね。ベルギーの最高級ブランドのチョコレートよ。取り寄せにも時間がかかったわ。品のある香り、香ばしさ、これこそが本物の持つ見事な味。何百年という伝統がある一品ですわ。ニコゴリ君、ええ、もう大丈夫。心配かけてごめんなさい。ええ、私がこうしていられるのもニコゴリ君、あなたのおかげよ。ありがとう。そんなことないわ。あなたが気づいていないだけ。本当にありがとう。あら、トキシン、どうかしました？そういえば、ここのところ勉強頑張ってるそうね。リカが言ってましたわ。